あー、来た来た来たー、よしよし。まあ、美しが原高原の山本小屋ふるさと館の前にいます。昨日長ヶ岳を登ってきてね、ピストンで、安曇野まで戻ってきたんですね。で、無理して戻ってきたわけは、朝からここに来たかったかなということがあります。今日は神山が美しが原初めてなんで、実はね、先々月ね、ここに友達と来てるんですよね。40年来の友達なんですが、ここでカレーを食べました。美味しかったです。はい、ここからね、牧場エリアに入ります。いやー、八ヶ岳がね、近いね、目の前だね。いやさすがにこの年になると、ちょうどピストンはね、足に来てますね。足もパンパンだし、膝が痛いんだけど、まあ、今日は横移動なんで、ね、ゆっくり歩けば、大したことないと思うんですが、それにしてもやっぱり、ここはね、痛さを押してくるだけの価値がありますね。ほら、大賀島が見えた。串野島です。一応ね、お約束だからチリンチリンやっていこうと思います。やってるやってる。お利口。はい、こんにちは。あら、お利口ね。お利口、お利口。触って大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。じゃあ、今度動画に出しますから。かわいい。ノア君ね。ノアちゃん。ノアちゃん。うちのトイプの何倍も。これもキャンプ動画ちょっと撮って。あ、そうです。出してます。ノアちゃん、かわいい。ここはね、分岐になってるんですけど、ここ右行くとね、大賀島に行きます。で、ここ左行くと公衆トイレの向こう側がですね、大回りしてこの崖下を通ってまた大賀島まで行くんですけど、途中で烏帽子岩っていう非常にスリルのあるところを通ります。今日はね、大賀島ホテルの方に向かっていきたいと思います。暑くなってきたな。俺もね、中川ぐらい金持ちだったらあそこのてっぺんに家を建てたいね。で、ヘリコプター通勤とかね。からね、ちょっと急になりますけど、登りになります。まあ、山登ってる人にとっちゃね、まあ、登りとは言えないぐらいですけど、結構急です。昨日のことがあるからさ、マジでももパンパンなんだよ。足が重いね。上がんなくなってきたね。
で登ってくるとね、浅間山から根子岳、吾妻屋さん見えてきました。さああとちょっとだ。はい、だいぶ近づいてきて、坂駆け上がったら息が上がってきた。ラグビー部だったんで、大学の夏合宿を思い出しちゃうんで、そう、夏合宿はあそこで菅平高原でやってたんだけど、ついつい50の半ばでも走ってしまうんですね。バカだからね。山頂はねこの向こうなんですけど、とりあえずここで休憩しようか。はい、はい、お待たせしました。どうも、すいません、いいですか。すいません。はい、おいいね、素敵なロケーション。濃厚じゃないこれ。はい、じゃあこっちね、大賀島まで行きます。はい、大賀島ですね。はい、じゃあね、この先見えるでしょうか。あの大賀原まで行って北アルプスの絶景の写真を撮っていきたいと思います。松本盆地がねちょっと白くなってますけど、あそこが松本、向こうって塩尻、ね、あそこが諏訪ですね。諏訪湖がちらっと見えます。こっちですね、大ヶ原。はい、行きましょう。あと 200m です。いやー、お、これが大ヶ原。来た。おお、すごいねここおお、こういうことか。なんか岩がね、雪裡になってるねこれ。あそこにいたの八ヶ岳、南アルプス、中央アルプス、御嶽山、乗鞍、穂高連峰、槍ヶ岳、はい、さすがにね、
2連チャンはきついんでじゃあ戻りましょうか。うん、美しが原高原の大型を降りてきましたね。今から、まあ、帰ろうと思います。非常にいい場所に来てカウマも、ね、喜んでます。信州山旅1日目はね、昨日、長ヶ岳を登って、まあ、槍穂高の展望台として有名な山ですが、まさにその通り大展望を拝むことができました。そして2日目の今日ですね、美ヶ原で名峰の数々を眺めてですね、これから降りようと思います。非常にいい山旅でした。あ、来た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 、あ、来た来た来た、よし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 、あ、よく来た、あ、よく来た、お利口だな、お利口だな、本当にお利口だな、あ、来たんか、あ、やっぱ犬の匂いがするんかもしれない。多分好きなタイプ。犬好きなんで。